皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年5月の20日、10時22分なんですが、基本的に高島彩さんや、佳子さまや、武田恒康さんや、もしよかったら悠仁さまも、この訴訟に、参加人として参加しませんかというご案内なんですけども、高島彩さんに関しては、補助参加もしくは共同訴訟として参加していただきたいなと思っています。で、内容なんですけども、現在作成中の裁判所用書類ですという、この緑の欄のところ、こちらの方がですね、ホームページ淡井圭介の利益の一番の5月19日、この欄の下の方に、あります。で、その内容、基本的にその訴訟の求めの部分とかで法律名出してますので、あとは、裁判中、録画録音の許可を求める裁判長への、そういった内容も法律名第何条とか、記載して、書いてますので、最初は会員あたりから始めまして、徐々に進めて、お金を得次第、特許の申請、それも楽々明細の CM に出られてた方たちが、兵庫県の発明協会に来てらっしゃいましたので、テレビ局の方から、そういった方たちと連絡をつけていただきまして、裁判所でその内容を読んでいただいたら分かると思うんですけど、小木さんも報道ステーションで払いますってこう笑顔でおっしゃってくれてたんで、大丈夫だと思うんですけども、そういったところ、まずは最初はテレビ朝日さんから、あと、そういうその提案した番組についてのその金額の定めみたいなところですね、株主さん云々とかもありますから、裁判所で決めたことでしたら、株主会からもあまり、そういうことも言われないでしょうし、実際高い視聴率出してましたから、話進めやすいと思います。で、他のテレビ局の分も、共同訴訟とかで、手伝って、補助参加人とか、補助参加人という形になるんですかね。そのあたりも、ちょっと話聞いてみて、どういう形で参加されるのかというところで、対応していただけたら、助かりますと。先ほど、そのネオナートアネックスさんの方にお電話をおかけしたんですが、高島彩さんの事務所の方へ。ご返答がなかったので、ちょっとね、その僕も知識的に、その裁判所を経由して、その裁判内容とかを、補助参加とかしていただくとか、そういうことがちょっと私の方でも知識的にまだはっきりと分かってませんので、明日電話をかけまして、法律の無料相談を予約して、その辺のところを確認して、それから、裁判所に、訴状を持っていこうかなと思っています。他の部分でもある程度コピーはしてまして、そのホームページのところから、どういうふうな内容を、記載しているのかっていうところを見ていただいて、例えば映画関係とかでも、ナラティブとか、新海誠監督の私からの提案のところとかも、提案者淡井圭介っていう形で名前入れていただいたりだとか、今まで音楽業界の結びつきのところ、グレイの皆さんだとか、ミズの皆さんだとか、欅坂さんの話だとか、そういったところとかも、世間に、公にしてもらったりすることによって、ゲーム業界とも含めて、あとは世界上層部の方たちとの、今までのいきさつ、黒人初の大統領の話だとか、
まあ、ムン・ジェイン大統領とキム・ジョンウンさんのあの首脳会談だったりだとか、まあ、そういうふうなところで世界中に話が行き渡れば世界的にその知名度が、まあ、かなり広がると思うんですね、まあ、スポーツのことも含めて。でもうそこからその最終的にみんなできるだけ電車バス徒歩で移動してください、エネルギーの残存量問題がありますっていうことをお伝えさせていただいて、まあ、原油価格の実際の店頭小売価格の調整ですね、まあ、そういうふうなところだとか、あの 自動車 その生産停止に関してもなぜそうなったかのところについても世間に広まりやすくなる、まあそういった部分も含めて、まあ、一つ一つまず裁判、まずはあの淡井圭介からの提案で出来上がった番組に関して、まあ、補助参加にもしくは共同訴訟ということで、ご対応していただけたらなと思います。基本的には、まあ、高島彩アナウンサーが、まあ、メインになってくると思います。まあ、僕からのその郵送した SD カードを拝見してますでしょうか。あとは、まあ、べこさんとかも、まあ、証言するような形で、まあ、証人、まあ、証言証人というか、あの、実際そういうふうなことがあったっていうことを、あの、裁判所で言っていただいて、まあ、他の方たちも、他にも、あの、そういう話聞いたことあるだとか、まあ、あの、スクエアエニックさんも今まで、まあ、いろいろありましたので、まあ、そういった内容とか、その、戦闘画面、その、我が天下とか、戦国風部の、その、もともと、スクエアエニックさんの伝説のオーガバトルというスーパーファミコンのゲームの戦闘シーンをこう逆にこういう風な形で表記して、でまああのその辺の許可に関してはまあ今スクエアエニックさんで覚えてくれてる方がいらっしゃるかどうか分かりませんけども、あの中学生ぐらいの頃に、で中学生か高校生の頃ですね、電話かけましたから、だからまああのその方がもう引退されてる可能性は非常に高いですし、まあただしそのフルーツラーパークでそのスクエアエニックスさんとまあかなり深い関係、まあいろいろなことを提案させていただいて、ミンストレル、まあルワンシングサがミンストレルソングというものを発売していただいて、そのあたりからゲーム業界でこうリメイクというものが流行り始めまして、まあ最近で言うとロマサガ RS と、ロマンシングサガ RS と、まあインターネット上のそのダウンロード型の、まあスマートフォンだとか、iPad 用のゲームだとか、まああのあたりもまあ僕からの提案ですので、まあスクエアエニックさんとのそのパイプっていうのを作りたいなと、まあその、うん、まあその我が天下の戦闘画面について、まあスクエアエニックさんも、まあ阪神淡路大震災の被災者である淡井圭介と、まあこういうふうないきさつがあってとか、まあそういう話が欲しいんですよね。まあ世界的にこう知名度を高めるにあたって。で、うん、まあ、あの、これでゲーム業界とか、アニメ業界とか、漫画業界、まあ他にも映画関係の話とか、シルベスタ・スタローンさんとかの話とか、ハリウッドの話とか、まあいろんなことが、音楽業界とかもあるわけですから、これ世界的に一般人の方に知名度が上がれば、そのエネルギーの節約に関して世界中に、大きな貢献ができるんじゃないかと。まあ、こう考えています。まあ、だからそういったことも含めて、ご協力していただけたらなと思います。まあ、今回は高島彩さんと、まあ、武田恒康さんと、まあ、佳子様と。あと、まあ、佳子様は忙しいですから、まあ、裁判所に、そう、頻繁に、まあ、うん、日程合わせて、その、もちろん、その、東京の方の裁判所などから、こう、あの、テレビ画面だとか、もしくは、まあ、裁判所からの、聞き取り調査、などで、まあ、証言していただいたりしたら、まあ、いろいろ助かる部分はあるんですが、まあ、その、悠仁様を今回誘ってますのは、その、法廷でですね、まあ、遠隔操作でもいいですから、その、実際法律名がこう、出てきてますから、何々法の第何条だとか、まあ、そういったところでこう、コピーしたりとかして、まあ、いろいろ身につけて、こう、何回も裁判所の僕の裁判に関わることによって、裁判に慣れてくると、まあ、世の中とはこういうものなんだなっていうことがわかるので、まあ、正直、そこらの塾よりもだいぶ役に立つと思います。
で、参加してみてはどうかなと思いまして。裁判の内容がどこまで進むかは分かりませんけども、簡単なところ、できるようなところから、まずしっかりと始めていただいて、で、各テレビ局、訴える中で、お金の支払いとしていただく中で、仲間を集めるような形で、それは、漫画でいう、ワンピース、その一つなぎの財宝、だから、人間と人間のつながりですね。そういうふうな形で表現できたら、僕のその行動とか人生の影響がそのワンピースという漫画で、表現されてますが、例えば少し前に、1年ぐらい前に登場しましたイム様という存在、医療業界の医療と務める。だが、精神病院の件がありますか、悪者として、登場していると。そういうふうな部分でですね、世の中に、今の状況では極端な少子化が進んでしまいますから、その精神病院の精神を生産されなくなる薬、それを飲んで、その後、何日か経過してから、だったら、健常者がしっかり生まれるだったとしたとしてもですよ。その情報をしっかりと知らない人からしたら、高島彩さんは僕は甲陽病院で大泣きしてるところを見てるわけじゃないですか。その時、抱きしめてくれて、僕はもう子供を作れない体になってしまったっていうことで、そういう薬を飲まされることによって。そういうような精神的なダメージとか、思い込みっていうわけでもないんですけども、普通はそう思う。っていうのが普通ですから、ああいうふうなことをしていると極端な少子化っていうものが絶対進んでしまいますから、その辺のところも含めて、世界中の行政の皆さんが対応していただかなかったら、結局世界中の、どこの国の方たちの人口も表記している人口の3分の1か4分の1が妥当であって、実際考えているよりも人口は少なかった。ただしエネルギーの消費は増えていたから、みんな電車バス徒歩でできるだけ移動してくださいねと、そういうふうな形になります。で、できるだけ仕事だけの移動というところで、あとはオリンピック開催論も、やっぱり私の方でも進めていきたいですよ。行きたいですし、J リーグのその2リーグ12球団制に関して、収益性とかそういったことも含めて、今後少子化の部分も進んできてますから、世界中に。だからそういう部分も含めて、良いアイデアだということで、プラスに受け止めていただいて、そのチームを合併することによって、その一つのチームを、その J1 のチームを所属する、J1 だけっていう形にして、所属される方たち一つのチームに関しても50人ぐらいを予定してるんですね。だから1週間の試合量に関して、だから4試合だとか、6試合だとか、そういったことを考えています。っていうのは、試合の開催数を、例えば J1、今、18チームか16チームぐらいですよね。で、J2 のチームも J3 のチームもあると。J1 と J2 のチームを合併させるわけなんですけども、J2 は J2 で結局試合してますから、だから試合の数で見たら、球団の数を減らして J1 という形で、J1 の各チームは週2回。だったとします。J3 の、あ、J2 のチームも週2回だったとします。じゃあ12球団に、合わせた時にリーグ制でどうなるかっていうと、試合の数が同じぐらいになるんですよ。週6日開催していたとしても。 ね、あとは複数本拠地制度で、ある程度地方を巡業して、お客様の方がこう飛行機に乗って、遠いところまで駆けつけて応援するというより、いうような形よりも、選手の方が各地域を移動して、近くの地域に来てもらった時にファンの人が見に来ると。そういうような形にうまくチェンジすれば、だいぶエネルギーの節約にもなりますし、収益性のところに関しても、これまただいぶ変わってくると。そういうふうなところを先に先駆けて日本で行えば、これは世界中で通るような案になってくるんじゃないかなと思います。で、本当の人口の話をしたときに、あとスタジアムの建設に関して、体育館もプールもそうですけども、学校に併設するプールは別ですけども、これも当分なしであると。で、あとはその温水のプールに関して、温泉水を、うまく利用すると。
まあ、こういうような形にチェンジして、あとは老人ホームに関しても、その温泉の地域のところに老人ホームを作って、だから正直神戸市立ホテルフルーツやパークも、そのなかなか使用してない建物とかありますから、そこを老人ホームに改装して、お風呂を入れてあげるとき、そのバスタブをこうガバッて開けて、床も全部抜けるんですよ。車椅子ごと、バスタブの中に入れて、まあ、流れ作業で体を洗ってあげて、まあ、バスタブに浸からせてあげるというような形で、ただし水が抜けてしまう、お湯が抜けてしまいますので、いちいちそれ沸かしているぐらいだったら最初から温泉水がありますから、その温泉を利用して、いちいちそのガスを使用して湯を沸かさなくても済むと。まあ、こういうような社会に、変えることによって、あと温泉水を利用すると、冬場、パイプの中に、パイプ、まあ、どれぐらいの高温なのかの温泉水にもよるんですけども、まあ、パイプの中に温泉水を通すことによって、冬場だけ、まあ、あとは春とか、まあ、特に夏なんかは、配管、水が流れないようにストップさせておけばいいだけですから、冬場とか配管の中に湯を通すことによって、建物の温度が上昇する。要するにエアコンを使わなくて済むだとか、こういった工夫のある内容のものにチェンジしていけば、まあ、より良い社会が作れると。で、その、フルーツフラワーパークに仮に老人ホーム、まあ、空いてる建物のところに作るとするのであれば、まあ、昼間だとか、その、まあ、老人ホームで働いてみましたけども、その全員が全員、極度の認知症っていうわけでもないんですよ。ちゃんと受け答えはっきりされてる方とか、ハキハキ喋れる方もいらっしゃいました。で、その、まあ、そういった方たちとかで、外散歩行きたい。まあ、車椅子に乗りながら。まあ、そういった時に、まあ、外散歩行く時に、その、例えばフルーツフラワーパークだったら、今日みたいに、こう、天気が良い日に、外、お花見に行ったりするっていうのを、こう実現することによって、まあ老後、老後の生活も、まあ今までと比べると、まあだいぶ、まあいいものだなと、まあ思っていただけるような環境を整えていくっていうのも、まあ自分の中に、まあこうすればいい、ああすればいいっていうのは明確にありますから、まあそこはエネルギーの残存量問題とワンセットで、まあそういったところも含めて、まあ、進めていけたらなと思います。だから、まあ、エネルギーの残存量問題側として、より良い社会を作るものとして、まあ、自民党だけではなく、立憲民主党や、維新の会の方たち、公明党の方たち、含めて、まあ、他の野党の皆さんも含めて、まあ、その意見いいですね、と。おっしゃられる方たちと、まあ、共同に、進めていくようなところまで、進めて、で、それを、まあ、裁判の段階から、まあ、テレビ局の人たちも関わってもらって、まあ、録音の許可とかをいただいておいて、まあ、撮影だとか、まあ、それをもとに、VTR を再現して作ってと、まあ、そういうふうな形で、テレビで放送していただけたら、まあ、高視聴率も出るでしょうし、より良い社会の作り方の明確化ができます。だから、まあ、ある程度、その建設業界の方たちには厳しいことも言いますけども、新しい仕事も用意してますから、だから、まあ、仕事に、さほど困るわけではありませんから、むしろ、老朽化して、解体対象の建物を解体していただいて、そこに、生ゴミの貯蔵庫、まあ、そこに、まあ、汚泥を入れなければならないのであれば、まあ、山の中だったら牛糞とかがありますから、まあ、そういったものを入れて、メタンガスの、発生を、飛躍させる、まあ、そういうふうなものを日本全国10万箇所以上に設置、まあ、そういったことが仕事、まあ、建物の解体プラス10万箇所の設置って、まあ、これなかなかの仕事量だと思いますので、その余計な建物をとにかく作らないでほしいと。仕事ありますよと。まあ、こういうような形で動いていただかなかったら、余計な建物をずっと作っちゃうでしょう。まだビルとか作ってますから、神戸市でも、大阪府でも。もう見ました、去年。
今年も確か見たと思いますよ、クレーンが動いてるところ。実際撮影者上げてます、三宮のところなんか。もうすぐにフロア制限をかけなかったエレベーターで大量の電力を消費してるっていうこと、議員さんだけじゃなくて、公務員の人たち、町づくり課の人たちと建築業界の人たちが覚えてもらわなきゃならない。エネルギーの残存量問題と。だからそれを正社員として雇うときに、試験の内容として、ペーパーテストとして渡せばいい。で、それをちゃんと理解できてる人間が建設業界で雇ってもらえると。学校教育の内容も変わってくると。まあ、こういうふうな内容になってきます。そこまで全てできたら、エネルギーの残存量問題、技術的採掘可能埋蔵量に関しても飛躍的に未来に伸びるという形になります。まあ、なんせ自動車のガソリン車の生産を停止、少なくとも20年ぐらいは見てもらわなければなりません。実際も世の中にもうあまり過ぎてるんですよ。で、あとは電車バス等に切り替えていただける方たちを増やさなければならないのと、あと少子化が進んでますから、20年間ぐらいガソリン車の販売停止、その頃に自然再生可能エネルギーで、その河川水門解析玉発電とかで、蒲田発電とかで、どれぐらいの電力が得られているのかっていうところを見たときに、軽自動車を中心に、バッテリー、まあ、仕事でどうしても必要な人だとかを中心に、そういったものを、販売して購入していただく。まあ、都市部の方もできるだけ地方にこう移住していただくような形も進めていただければ、都市部に関して、みんな電車パス等に切り替えれるところも進めれると思います。だまあ、商用車、要するに荷物を運搬しなければならないような車ぐらい、だけが稼働している。まあ昼間は電車がガラガラですからね。まあその辺のところ、商業関係の人たちとかでも、特に荷物をたくさん運搬するわけではない人たちは、まあ電車を利用するだとか、家電の修理とかもそれでいいんじゃないかなとかも思ったりもするんですよ。特に昼間。その辺のところをうまく活用していただけたらなと思います。まあ、そういった内容で、裁判を進めていく。で、そこにその皇族である悠仁さまが実際そういう裁判に関わっていたっていうことが、今後、その天皇陛下になるにあたって、まあ、世間の皆さんに、立派な天皇陛下だなと思っていただけると思います。まあ最近のテレビのニュースで女系天皇がどうこうという話がありましたけど、私の知る限りでは悠仁さまがいらっしゃいますから、まあまあ女系天皇という形は、まあ裁判にその愛子さまも加わるという話も別に僕はありだなとは思います。ただその訴訟費用の部分のところであまりたくさん金額がかかるようだったら困りますので、ですのでまあ裁判所の方にその遠隔の画面のモニターを通してこちらの法廷とつないで、まあ裁判を進めていく。まあそういった時に、まあ悠仁さまと佳子さまと愛子さま、まあ一緒に、裁判所の方に、まあ遠隔操作、東京の方の裁判所に行かれたりとか、まあそうすることによって、まあ複数で移動するわけですからね、まあ絡まれたりすることもないんじゃないかなと思います。まあそういったことも込みで、まあ東京ですからね、だからまあ高島彩さんと、まあ一緒に交流したりだとか、まあテレビ局の人たちで大越さんとか他の人たちとかもその裁判ちょっとまあ傍聴席に行きますとか、まあそういうような形だとか、ちょっとその裁判参加しますだとか、まあテレビ局はまあ労働関係のところとかもしできるんであれば、反撃っていう番組でも取り扱っていいと思うんですよ。まあ反撃って聞くと攻撃性の高い番組のように思われるかもしれませんけども、その反撃の部分をね、エネルギーの残存量問題とかをどううまく上手に、解決していくか、あと、まあ、もちろん裁判で和解という部分があるわけじゃないですか。だからまあ、テレビ局の人たちと、まあ、こういうふうな形で、和解していきましたというストーリーだとか、まあ、ゲーム業界だとか、まあ、そういうふうな部分とかを取り入れていくことによって、で、まあ、反撃という番組、まあ、一部、本当に悪い人たち、
私以外の県でも出てくると思います。その強制わいせつしてきた人間だとか、そのお金の貸金の時にその今まで結婚話をした人間の人たちの話を持ちかけてきて、暴力団の名前を出してキャバクラに連れて行ってる件だとか、そういうところはあの従来の反撃のような形で、放送してもらったらいいと思うんですよ。だからそうすることによって裁判所のメリハリ、どういうふうに裁判が行われているのかっていう、その社会として場を保たなければならない分のその和解の部分と、ここはもうちゃんと線引きしますよっていうところを、放送する。まあ、そうすることによって、僕の知名度が世界に広まったら、その番組に関しては、飛躍的な視聴率と、あとは世界中でも、放送されるに値する番組だと思いますよ。その裁判に関して、どこからどこまでが法に当てはまるのか、その賃金のところに関してだとか、皆さんなかなか食事法すらわからないまま社会に出るわけじゃないですか。1日の労働時間8時間超えたら 25% の割増賃金だとか、あとは、まあ、賞与のところに関しても、まあ、これだけの結果を、例えば飲食業とかで出していたら、まあ、ちゃんとこれぐらい賞与出るものですよだとか、まあ、パート、アルバイトの人たちにもこれぐらい出るものですよだとか、まあ、そういった話とかも実際に放送して見ていただくことによって、あとは、まあ、年金ですね、一月15万円の支給までたどり着けているのが、男性で約 50%、女性で 30% ほどという状況に関して、問題は、社会に出たときにすぐに厚生年金や介護保険料、こういったものに、加入を自動的にするシステム、それがマイナンバーカードであると、そういうふうなところまで話を進めたいんですが、一時期これも以前提案していた内容で、マイナンバーカードのその内容を2024年から行う予定というところまで一応テレビで放送していたんですよ。やっぱり最初からこう厚生年金に加入できてるかできてないかで、その社会へのその労働意欲だったりだとか諦めだったりだとか、やっぱり計算が立つ以上そういった方もある程度出てくると思うんですよ。片や夫婦で結婚することによって年金受取支給額が、まあ、両方のその平均が、まあまあ平均というよりも合算が、例えば20万円だったとするじゃないですか。だけども家のローンを返済先していれば20万円、その家賃の分が大きいじゃないですか。まあ家、自宅の固定資産税、一般的な土地建物であれば、まあ、一月2万円あるかないかぐらいだと思うんですね。だいたい評価額は3000万円以下で、まあ、その老後の頃に関しては、築年数が、まあ、30年なり25年なり経過してる、まあまあ、だいたい35年ぐらい経過してるんじゃないですか。だから、それ考えたら、固定資産税も、一月2万円ということでもなくなる、1万円台という可能性が非常に高い。まあ、そういったことを考えると、10万円、10万円の、年金支給でも、十二分に、老後を暮らせますっていうことを分かっていただけたら、その、人生、やけにならなくて済むでしょうし、かたやその、35年間のローンが、例えば65歳までだったりだとか、まあまあ、70歳だったとしたとしてもですよ。まあ、うまく最初のうちに頑張って、返済の方に頑張れば、そのエネルギーの節約、僕みたいにお風呂を炊かないで、シャワー生活っていううまい方法、脱衣所を、ストーブ2台ぐらいを使って瞬間的に温めると、その方が消費される電力の量は少ないんですよ。だから、水道代とガス代がかなり浮きますので、あとガスを未来の皆様に残していただけますので、だからまあ、その辺の技とかも、テレビで、放送することによって、家計、1年間の家計で何万円もの、金額の差額、まあ、10万円以上
変わってくる世帯もやっぱり出てくると思います。ですので、まあそういったところの放送したりだとか、まあまあ、さまざまな件がいっぱいありますんで、まだまだテレビで放送するに値する番組、そのエネルギーの残存量問題、いや、その人生やけにならないように、その大きな収入を稼ぐよりも節約に軸足を置くと。まあそういうふうな、社会づくり、あとは、ガソリンを使用しないで畑を桑で耕す良い運動になると、まあ、こういったような形の社会を、できるだけ率先する。そうすることにやっぱり健康になると思うんですよ、まあ、昨日はちょっと頑張りまして腹筋を腕立て背筋、まあ、300回ずつ行ったんですけども、まあ、義務教育で腹筋を腕立て背筋が15回ずつ1セットという計算なんですけども、まあ、それを20セット行って、まあ、それがまあ得点源だったり、うん、まあだからその辺のところを、昨日の日本女子バレー代表の、試合のセット数とかに回せたらよかったんじゃないかなとかも思ったりもするんですけども、まあいろいろ改善する点とか、あの提案する部分とかありますので、ぜひご協力していただけたらなと思います。以上です。皆さんチャンネル登録や着信通知の設定、あと着信通知の設定がわからない方は身の回りの方に聞いていただいたり、販売店の方に聞いていただいたり、まあ、一時停止をしながらあのメモしていただけたらいいんじゃないかなとは思うんですけども、あとはまあ身の回りの方に淡井さんの動画見ておいた方がいいよと、まあ、いうようなことを、あの同業者のテレビ局の人たちとか、まあ、スポーツ関係の番組を担当されていることはスポーツ界へのメッセージのところとかよく見ておいてもらった方がいいと思いますよ。その方が分かりやすいですから。以上です。皆さん長い間ご視聴ありがとうございました。それではよろしくお願いいたします。